Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station.開幕戦を迎えたこの大会、どのような結末が待っているのでしょうか。熱き戦いの幕開けです。このゲームの舞台はここ埼玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。この時間は浦和レッズ対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。浦和レッズ対ビファーレン長崎、サイドをご紹介しましょう。皆さんから見て右に攻めるのが浦和レッズ、画面右側が長崎。ここは通しません。インターセプトを狙う。
っとボールはシュート、いやー決まった、先制長崎。トクラプレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。いやー寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。さあ長崎貴重な先制点を奪いました。まあこの雰囲気の中でしっかり先制点を決めるっていうのはプレーに集中している証拠ですよね。そうですね。長崎がこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。早い時間帯に点が取れましたからね、リズムが良くなったようにも見えますよね。ゆとりを持って戦えてるんじゃないですかね。いい守備で奪う加藤、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。素晴らしい連携、さあカウンターのチャンスになります。シュート、このパスを防ぎます。モーベルからのスルーパスをカットしました。伊藤、さあコーロティエ、ここは奪います。岩尾へ抜けてくる、中央ヘディング、同点、ここでスコアをフラットに戻します。いやこれは素晴らしい、いい展開でしたね。浦和、ここで追いつきました。いや素晴らしいですよね。これでまた試合の展開が分からなくなりましたよね、はい、まあ追いついた方が勢いがあるので若干有利ですかね、まあ、シュート来た来た、勝ち越し長崎。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。ちょっとあれはノーチャンスでしたかね。枠ギリギリを狙ったいいシュートですよね。さあ長崎勝利に向けて一本抜け出しました。海家縦へ送る、縦にボールを送りましたがこれはタイミング合いませんでした。クリスティアーノ、坂井、このボールに触ります。ハット、シュート、いや追加点、長崎立て続けのゴール、決めてきました。この決定機しっかり決めてきました。そうですね、パスのもらい方も良かったですしその前のポジショニングもいい位置にいましたよね。ほんと一瞬の判断なんですけど、出し手と受け手のイメージの共有から生まれたゴールですよね。トクラ今日2点目です。さあ長崎これで2点差、リードを広げます。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。これはファールの判定、伊藤から小泉、酒井、さあつながるか、バーへのボール、必死のクリアですよね。長崎がここまでリードしていますが北澤さん、この後ハーフ終了までの残り時間どう戦えばいいんでしょうか。もう前半はリスクを犯さず相手が前がかりになったらそこを突く形でいいんじゃないでしょうかね。このボールをカットします。高橋、うわ展開早くなってきましたね。積極的な守備を見せます。どうだ、ボールを追いかける、仕掛けるタイミングを図る、ファーサイド、
西川しっかりと抑えました。西川から興梠、このセカンドボールはここは笛が鳴ります。幸運にも注意に終わりました。距離ありますよね。決めた、素晴らしいゴール。これで3ゴール差になります。このセットプレー直接ゴールに吸い込まれました。Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation.今日のゲーム注目の試合を迎えました。果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。
この時間はビファーレン長崎対鹿島アントラーズ、こちらをご覧いただきます。コンディションを確認しましょう。今夜のパークだ、コンセント ギトゥカ、鈴木、トクラ、上田、このボールをカットします。庄司、サイドチェンジ、安西、佐野、チャンス、対応します。徳良、スピード上がってきますよ。さあ左へ預けて、徳良、クリスティアーノ、コースの切り替えも早いですよ。井口から上田、鈴木、ここで前を向けるか、佐野、仕掛けるか、大きなクリアでここはしのぎます。インターセプトを狙う上田からアルトゥール回帰、加藤、トクラ、エジガルジュニア、加藤、うわ展開早くなってきましたね。つながります。ここはつながりません。いいでしょう、ポジション切り替え、ここで受ける、庄司、佐野、秋野、カットに行きます。いや展開早くなってきましたね。高橋、さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。トクラからエジガルジュニア、スペースをどうだ、シュート、来た、決まった、先制、長崎、美しいパスワークからのゴールでした。いやこれは素晴らしい崩しでしたね。選手同士の連動も見事で、フィニッシュも落ち着いていていいゴールでしたね。さあ長崎、貴重な先制点を奪いました。やっぱりホームの試合は落としたくないですから、先制して主導権を握るというのは非常に大きいですね。そうですね。庄司、ピトゥカ、ここは奪います。かなりプレッシャーかけてますね。ここからカウンター早いでしょ。裏へ届くか、抜けてくる、おっと抜けてきましたね。ヘディング、キーパーこれよく止めましたね。何が何でも止めてやるっていうね、そういう気合を感じるセーブでしたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても、相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあここでカウンター、秋野、このディフェンス、危険なプレーのようにも取れましたが笛はありません。いやー少しいい形になり、ハット、シュートも逃げるか、シュート、打った、コンセント、安西、上田へ、ここはファールを取られます。幸運にも注意に終わりました。まあ距離はありますけどもね。これはクロスバーのわずかに上、いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。
ボール奪いに行きます。エディガルジュニア、カウンターですよ。これはオフサイドです。42分です。庄司、トクラ奪いに行きます。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。クリスティアノから右へ。There will be one minute at a time. 庄司カットに行きます。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半終え1対0、長崎まずは1点先制して折り返す前半となります。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので、後半も続けていくことでしょうね。ビファーレン長崎対鹿島アントラーズ、長崎が前半終わって1対0リードで折り返します。では後半見ていきましょう。長崎としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを逃げてしまいますからね。なるほど。そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。庄司、アルトゥール、さあチャンス、ここはディフェンスの対応。庄司、長崎カウンターを仕掛けます。裏を狙う、いけるか、インターセプト、シュート、アルトゥール、さあカウンターのチャンスになります。上田へ、危ないシーンでしたがクリアの対応。これは合いません。佐野、さあカウンターを仕掛けます。安西から上田、ここは競り勝ちます。徳良、今日ワンアシストです。カウンターですよ。徳良からクリスティアーノ、さあエジガルジュニオ、クリスティアーノ裏へのスルーパス、シュート、長崎追加点が決まりました。これで差は2点。And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football.
ットボールファンの皆さん、こんにちは。勝利に向け2チームが全てをかけてぶつかり合います。運命の女神は果たしてどちらに微笑むのか、注目のマッチです。このゲームの舞台はここ埼玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。この時間は浦和レッズ対ヴィファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。浦和レッズ対ヴィファーレン長崎、まあ序盤で相手に流れを作らせてしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。まずはこのゲームの立ち上がりです。長崎カウンターを仕掛けていきます。桑崎、増山へ、裏へのスルーパス、おっといいボールでしょ、上がっていけるか、これはいいプレー。さあ右へ預けて、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。非常にプレス早いですね。小橋の切り替えも早いですよ。クリスティアーノ、さあ徳良、右サイドへ振って、さあカウンターを仕掛けます。ラウド組み立て直します。カイケ、両チームとも慎重な感じですかね、多少守備的な入りですよね。どうしたんでしょう、インターセプトを狙うバウド、ここはカットします。桑崎カウンターですよ、スルーパスを狙う、いいボールでしょ、さあ打てるか、細かいパス回し、シュート、きた、先制長崎。キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めたいいシュートですよね。さあ長崎先制ゴールを決めました。1対0、ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、はい、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。インターセプト、桑崎、徳良、ここはすぐ奪い返します。お、これいいですよ。さあ、つながるか、いいボールですね。奥井、コーナーキックです。
Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center?このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間はビファーレ長崎対浦和レッズ、こちらをご覧いただきます。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今日の天気ですが、晴れです。今夜のゲーム、好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。ビファーレン長崎対浦和レッズ、やはりこの序盤先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどね。思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。狙うシャルク、ここは守備の対応。長崎カウンターを仕掛けていきます。カットに行きます。伊藤、うわ、展開入るなってきましたね。これを止めます。さあ、このセカンドボール、勝負のシーン、コーナーキックです。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。浦和レッズ、クリアです。これは合いません。サカ、さあ、カウンターのチャンスになります。長崎カウンターを仕掛けます。組み立てながら攻め上がっていく。さあ、エジガルジュニオ、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。これをカットします。エジガルジュニオ、フリーだと呼んでいた。いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。さあ、カウンターを仕掛けます。ここは奪います。このボール奪いに行きます。シャルク、すぐにチェック、フリーにはさせません。このボールをカットします。秋野、さあ、エジガルジュニオ、右サイドへ振って、お、いい形じゃないですか。チャンス来た、チャンスだ。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。小泉、前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。つながります。ここは読んでいました。い
いや展開早くなってましたね。エツカルジュニオ、あいい展開ですね。岩波が縦に長いボール戻します。高橋、さあエジガルジュニオ、クリスティアーノからのパース、どうだクロス、これはクリア。リンセ、ここは抜かせません。クリスティアーノ、センター、シュッ、きた、センター、長崎。エジガルジュニオ、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。いや寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。さあ長崎、価値のあるゴールが決まりました。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、サポーターも盛り上がりますよね、はい、非常に気持ちよくプレーができますよね。さあ右へ預けて、さあここでカウンター、スペースを狙った。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。フリーで受けた伊藤、ここも固い守りでボールを奪います。岩尾、There will be one minute at a time. この位置で受ける、対応します。加藤、一呼吸、ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。前半から得点が動いています。長崎先制してそのままリードで折り返しました。まだ1点差ではありますけどしっかり守れてましたから内容としては良かったですね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありでしょうね。ビファーレン長崎対浦和レッズ、長崎が1対0とリードして折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。長崎としてはリードはしてますけど後半に入って流れが変わるってこともありますからね。立ち上がりは気をつけたいですよね。そうですよね。打つか、モーベルグ、高橋奪いに行きます。シャルク抜けてくる、さあ一気にカウンター、抜けてくる、このパスを受ける、これはなかなかこじ開けられない。伊藤、岩尾へ、エジガルジュニオ、さあ打てるか、シュート、長崎追加点、追加点が決まりました。これで差は2点。you